はいどうも、こんにちは、エテロです。今日の動画はですね、バク転の、講座なんですけど、バク転が怖くてできませんっていうメッセージが結構来るんですね。他の技でも怖くてできませんっていう風にメッセージ来る方多いんですけど、正直今バク転ぐらいの技だったら怖くてできないんじゃなくて、やり方とか何がどういう風にやったらいいかとか、そもそもバク転ができないから怖いのであって、怖いからバク転ができないわけじゃないんですよ。怖い理由としては、やり方がわからない、怪我しそうだから怖い、これもやり方がわかんないから怪我してしまうかもしれない、例えば手痛めたりとか頭から行ったりとかしたりするから怖いと思ってできないと思うんですよね。で、怖いのに勢いよくやっても怪我してしまったりとか、たまたまできたとしても、もう一回やる時もただ怖いのをもう一回繰り返さなくちゃいけないだけなので、あまり意味はないなと思ってるので、なので今回の動画は技の理解をすることと、そのやり方と感覚を覚えるための練習方法と、家でもできる、事前にこうトレーニングとかできる方法を、紹介していこうと思います。で、バク転する前の一つおすすめのストレッチが、肩の柔軟性がすごい大事なので、四つん這いになってもらって、手を前に出して脇を地面に近づけるストレッチで、こう振る、こういうストレッチおすすめです。運動神経いい人とか体が柔らかい人とかっていうのは、意外とポンってやったらできちゃったりして簡単な技かなって思うこともあるんですけど、バク転っていうのは基本的に後ろ側に飛ぶ動きなので、恐怖もあるし、後方に飛ぶという恐怖、見えないところに飛ぶ恐怖もあるし、やり方も難しいというので、なるだけ安全な環境、マットがあったりとか補助する人がいる場所で実際回る練習をしてほしいです。バク転の大事なことで、足で飛ぶことはできる人は多いと思うんですけど、バク転っていうのは手でも支えなくちゃいけないんで、壁倒立を練習してほしいです。で、倒立は、よくある倒立の仕方は、みんな背中を壁の方に向けて倒立すると思うんですね、こっち側に。でも綺麗な壁倒立を練習してほしいので、お腹向きに倒立を練習することで、なるだけ脇を壁に近づける倒立の練習方法をしてほしくて、でプラスそれはできたら背中向きの壁倒立もしていいんですけど、これでやりたいのは、その後にしっかりバク転の最後の終わりの着地も練習しておくことですね。で、この着地の練習で何が大事かっていうと、手をついたところから足を蹴る時にしっかり手で押し返してあげて、着地が体が起きるようにっていうのを意識して練習してください。このね、2個の倒立の練習は、家が壊れない程度あれば家の中でも練習ができると思うのでやってください。はい、で次は跳びなんですけど、動画の最初には言ってないんですけど、今回はバク転の講座的な感じなんですけど、 YouTube で調べたらバク転のやり方っていっぱい出てくるんですけど、それでもね、俺の動画見てくれてる方はできないですよとか怖いですよとか言ってくださるんで、自分なりに大事なポイントをまとめるという意味で、次跳びの部分なんですけど、跳びでバク転怖くて後ろに跳べないですっていうメッセージがすごいきます。そしたらもう後ろに飛ぶ練習をバク転をしながら練習するんじゃなくて、飛びだけを分けて練習してほしいです。で、どういうふうにやるか見せていきます。はい、でこれは今何をしたかっていうと、後ろに飛ぶっていうのはもちろん怖いのは俺も分かります、見えないから。なので、大体みんなが練習するときって、マットがある人はマットがあっていいと思うし、ベッドとかの人もいると思うから、そこまで後ろに大きく飛んだり上に飛ばなくても大丈夫です。しゃがんでちゃんと手を振った時に体が反ってバク転の姿勢になって背中で落ちる練習っていうのが大事だと思います。で、今のやつ補足するんですけど、バク転をがっつりしようとしに行って、マットとかベッドがあってこうガッて止まるような軌道ってなると、バク転をより意識して練習することができます。で、一応1個目は手のつき方とか、手の押しの部分話しました。で、2個目は飛び話しました。で、一応次が最後のステップになるんですけど、回転の感覚とか視線を覚えるために、こういう箱とか、これは多分体操施設とかがないと多分できない人も多いと思うんで、
まあ子供さんとかだったら大人の方にこうがっつり背中を持ってもらって、ここが手だとしたらがっつり持ってもらってこうブリッジして、それで視線ちゃんと地面見えてから、地面が見えてから足がこう来る練習、これすごい単純に見えるんですけど、あの後ろに行くのが怖いじゃないですか、バク転って。だから後ろに行ってしっかり視線をここで覚えるっていうのもまた一つ、バク転の恐怖心を減らすっていうことにつながるんで、大事な練習です。じゃあもう少しだけこのやり方のポイントね。この台ちょっと俺にとっても高いんだけど、まあ手つくまではよじよじしていいです、地面に手がつくまで。で地面に手がついたら、さっき倒立をした時みたいにグッと押してください。押して地面が見えてから足を持ってくる。はい、でこの練習方法がいい理由は、勢いをつけずに自分のタイミングで回転をかけることができるので、比較的安全に練習することができます。なのでぜひねやってみてほしいです。はい、という感じでね、すごいステップ自体はシンプルなんですけど、バク転の、まあ、今回はバク転の講座というよりも、自分が意識しているポイントとか、まあ、人に教えたりとかするときに特に大事にしているポイントっていうのを紹介しました。なので、これでわからないって人いたら他の講座も見てもらってもいいと思うし、まあ、一番してほしくないことは恐怖があるのに勢いでやること、あともう一つはよくあるんだけど、マカコって言ってバク転のなんか片手斜めみたいなものがあるんですね。それをだんだん縦にしてバク転をするみたいな、恐怖心があるからマカコっていう斜めの技で恐怖心を和らげるみたいな方法っていうのは俺はおすすめしないです。バク転自体が斜めっちゃったりとかして、そこから直すのがとても苦労するのでおすすめはしないです。はい、っていう感じで、まあ、今日はバク転が恐怖心があってできないですっていうコメントに、まあ、返信する形で、まあ、自分が意識しているポイントをやることで、なんで恐怖心があるのかなっていうのも分かって、それがどんどんなくなっていったらいいですねっていう動画でした。はい、また次回の動画でお会いしましょう。あ、いいっすね。あ、いいっす。いい感じです。1、2、3、ナイス。倒立して、ナイス。あ、いい。あ、ナイス。そう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 。ナイス。お。首を返す。めっちゃいい。おい。もう、はい、一人で行くわ。おい。